はい、どうもふむむチャンネルのふむむです。今日はですね、この冷蔵庫なんですけど、この冷蔵庫ですね、ちょっと古いんですけど、 1,2,3,4 段式冷蔵庫で、ナショナルのこういうね、 NR2M402、 これね、買ったの多分10年前ぐらいで、10万円以下で買いましたね、これ確か、のこういう古い機械があると思うんですが、このね、そうなると、ね、一番最初バカになるのはこの製氷機、氷を作るところだと思うんですけど、私のところも壊れちゃいました。で、大体のね、メーカーのものではこういう風にやって、製氷機のお掃除とかそういうことがありますので、一番ね、というのはここのフィルターを掃除すること。で、この奥にある、言いますか、この丸いのね、あそこに目詰まりしてるとか、あとこの目詰まりをしてることが多いです。で、さて、今回はですね、そういうことを掃除したにもかかわらず、氷ができなくなっちゃった場合は、大体の場合は私は思いつくところがあります。ここは私の方の製氷機なんですけど、この奥側ですね、この奥、氷が落っこちてくるところ見えます。取ってみましょう。この奥側、この上のあたりですね、ここから氷が落っこちてくるわけなんですけど、ここがですね、ここに、このドアがちょっとね、開いてたとか、そういうことがあると、そこから氷がコロコロ落っこちてくるわけなんですけど、そこが凍っちゃって回転しなくなって動かなくなっちゃったりすることがで、氷が落ちてこない、詰まっちゃうっていうことが多いです。じゃあこれどうすればいいのかっていうと、一応氷を作るのを、よいしょ、ここで氷作るのを停止する、もしくはまあ電源自体を抜いてしまう、冷蔵庫の。そしてここのところから上に向かってで、ドライヤーかなんかでバーッと熱するんですね、10分ぐらい。そうするとでっかい氷がボコッと取れます。でっかい氷が取れたと思いますんで、そういう感じで、まあ実際私昨日そういう感じで、治りました。なので、まあ一応そのまずだから冷蔵庫の電源を、まあ、抜いちまう。で、ちょっとの間ね、他のところには火が来るかもしれないですけど、ちょっと時間なんで。で、10分程度、その、氷を作るところのを温める。そうすると、固まってきしまった氷とかが落っこってきます。だから下にはですね、タオルとかそういったものを敷いておくと非常にいいと思います。はい。そんな感じですかね。はい、今日はですね、古くなった冷蔵庫の製氷機が壊れた時の直し方、私流ですが、そんな感じで、もしためになるようだったらやってみてください。それではどうも。